教育研究は法令用語、教育用語で教育及び研究という意味の言葉である。稀に教学ということもある。大学などで学生と教員などの人員が所属して教育と研究の二つの業務が一体的に行われることを言う。従って教育または研究という意味とは異なる。用法の例としては 教育研究上の基本となる組織というようなものがある。大学に置かれる学部や研究科それらの講座や学科目など、教育と研究は同一組織で行われることが条例となっている。ただし、1970年代から次第に少しずつ同一組織で教育と研究の双方を行うという原則が緩められた。学部以外の教育研究所の基本となる。 組織の例としては、筑波大学や福島大学などにおける学群、学類、学系などがある。また、研究会以外の教育研究上の基本となる、組織の例としては、教育部、研究部などが生まれた。これらの組織は、教育の組織と、研究の組織を分けているが、業務の性質上、相互は密接な連携関係にある。なお、教学の語は、もともと、 仏教系の宗教団体の組織の中で使われる、用語で、神と、門との教育を行う部門、もしくは教育の業務のことである。大学教育の中で、教学の語が使われる場合、学生の福利厚生に関する業務を指すことも多く、教員組織や事務組織における学生を担当する部門を言うことも、ある。ありがとうございます。